あと体力5だぞあいつ。ほい、ユーフー。どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、というわけで今回ですね、ガンファイトに、新しいルールとしてこのガンファイト OST というのが追加されました。こちらはですね、まあ大きな変化はないんだけど、そのクラスがランダムでこう切り替わるんじゃなくて、マップにね武器が落ちてるんで、それを拾って戦うっていうモードになります。通常のガンファイトと違って、あの武器がね、まあ比較的好きなものを使えるので、僕的にはねこっちの OSP を、よくやってます今のところ。で今ね収録してるのは25日の日曜日なんですけど、26日の午前2時かな、日本時間ので、そこでもうこのアルファテストは終わりで、次は9月12日かなのベータということで、もう終わりですね。アルファ版ほんと早かったね。というわけでおそらく最後になるかもしれない、アルファ版やっていきましょう。さあ、というわけでやっていきたいと思います。さあ、スナイパー拾っちゃおうかな最初。ほっ、やっぱねリーンをね結構ちゃんと使った方がいい気がするんですよね。なんか近く走ってしない？やばい、やあ嘘、一発。え、何食らったんだろう。デザートイーグルヘッドショット一発もう関係ねえな、体力が100あろうが関係ないですねこれは。もうスティムは重要。さあ、右は流れてきてないね。左で赤点出て。当てたぞ、当てた。まず一人。ここに、クレイモア設置しちゃ、おーほーほーマジやばすぎ、これ。さあ、ちょっと次、センター、とつってみましょうかね。ガーッといってセムテックスも拾っちゃおうかな。いやー、かなりブレる。え、あと体力5だぞあいつ。ほい、ユーフー。まあ体力5だったんでね、敵別に投げナイフじゃなくてよかったんだけど。ああ、むしろ当たってない。あれどう考えても完全に足の裏に足の裏にくっついてただけだぞ。さあ、ちょっとスティム拾って、今度 AUG 行こうか。この距離も SMG マジで解けますね、この策。はい、屈伸打ちを使って、ダブルキル。このガンファイトでの、武器は全部ノーアタッチメントだと思うんで、ノーアタッチメントでね、SMG かなり強いんですよね、この策。製品版だとこれ、もっと強くなるよね、多分。あー、ごめん！やつは体力30だ。いける。当て、ちゃんと当ててれば。あ、敵スティームちょっと拾ってないじゃん。全部もらっちゃうよ。あそこに投げナイフがありますね。あ、いましたね。拾いますよ。ほい！あー、惜しい！オッケー、しっかりね。ここは油断しない。もうちゃんと1キル取っていくからね。で、今僕がね、かなり多用してる、この、左スティック2回押しのダブルダッシュからのこのジャンプなんですけど、これがね、アルファ版ではかなりこう、猛威を振るってるんですけど、なんか製品版ってか、ベータではもうこれ使えなくなるらしいですね。やばい。あ、同じとこ来ちゃった。ナイスカバー？よーし、よし、危ない。このダブルダッシュして、ジャンプね、もうぴょんぴょんクリアリングしていくやり方がね、海外プロとかね、いろんな、海外モサゼがなんか発見してたんですけど、結局これはね、修正されちゃうみたいですね。まあ、かなりね、もう強すぎるんで。ちょっと当てて、敵をビビらしつつの、もう1キル。さあ、僕の体力若干少ないですね。味方が詰めてくれて、ナイスキル。スピーディー。上と下にいましたね。上やりたいな。クレイマーぽい！引っかかれ。あのスモークの中抜けてこないかな。クレイマーは反応ないですね。ちょっと距離取ろう。あ、引っかかってる。引っかかってる。ね、一発ではなかったですね。
間違えた。これはミス。詰めてきてるね。弾はないな、でも。まずい。なんか下にいる気がする。一旦逃げよう、ここから。真下にいるな、これ。真下にいますね。あれ？あ、終わりか。あれ？ 1v1 だった？もう全然見てない。あと2人だと思ってた。なんか今の足音はすごいはっきり聞こえたんですけど、なんか場所によって全然聞こえない時がある。さあ、これはなんだ？投げナイフ。決めたいね。なんだ？固まってるぞ、2人。やばいな、あれ。なんだなんだ。おお、なんだなんだ。BO4 シーズンはとにかく体力が高かったんで、お団子プレイがね、すごく強かったんですけど、本作は逆に固まりすぎてると、普通にね、ダブルキル、トリプルキルって簡単に取られちゃうと思うんで、あんまりちょっとね、固まりすぎるのはおすすめしないかな。クレイモア？お、スナイパーで決めたいな、最後。行くしかない。普通に SMG で行きます。すまん。勝ちに行った。10キル0です。やった。0です。一応達成。お、スティームショットある。これは、いける。マジ、スティームがあるだけで全然別ゲー。よーし！遠距離ディーグル決めて、スティームショットぶっ破して腰打ちでやるもん。オーケー。敵油断したな。結構今作ね、腰打ちが当たるから、どんどんね、近距離は、とっさの判断の時は狙った方がいいかもしれない。さあ、もう一回スティームを拾って、で、ディーグル拾って、ショットガンも拾っちゃって、あっ、よし。ヘッショ！やった！危ねえ！ダブルヘッショだ。スティームあると面白いですね、やっぱ。回復できた方が面白いよ。ん？これはデコイか？そこにいるよね。ちょっと待って。デコイの音もしてて、いまいちわからないな、位置が。あれ？敵スティーム取ってないじゃん。気づいてないのかな？あれ？ジリスにいるかな？いやー、本当敵が見にくい。どこだ？とりあえず旗に行った方が良さそうだな。オッケー。6-0。あれ？味方がいない。なんで？勝ってるのに。ってことは 1v2 か。まあでもスティームがあるだけでちょっとワンチャンがありますね。スティームないとさすがに厳しいけど。やばい。こいつ倒して。オーケー、ダブルキル。スティームを拾って、ハンダガンを一応拾って、SMG で行こう。ガチ装備。オーケー。10-0。まだある、スティーム。なんでしょうね。なんか、この、置いてる武器がね、武器とかアイテムが変わるときと変わらないときがあるんですけど、さあ、さすがにもう敵は、ポツってこないんじゃないか？リロードしない方がいいな。オッケー。なんか、敵めっちゃ突ってきてくれた。ラッキーだったな、俺は。はい、というわけでお疲れ様でした。今回は、ガンファイト OSP っていう、追加ルールでした。いや、本当にね、ベータ版が次は楽しみですね。というわけで、来月まで、ちょっとね、ホラーゲームとかをね、ちょっと企画してるんで、また、今度ね、近いうちやりたいと思うので告知します。というわけで、今日の動画もチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。Out in the sun, open when it's gone. Took you
wrong. Dance all night long to the light.